大丈夫、うん、どうしたの、うん、危ないよ、女の子がこんなとこにいたら、うん、女性がこんなとこに一人でいたら危ないよ。大丈夫です。大丈夫、大丈夫です。気をつけないと。大丈夫です。大丈夫、大丈夫です。うるさいです。はいよ、はい、よかったらどうぞ。力水、うん、はい、元気出るよ。大丈夫、まだよ。子供の時からとにかく野球が好きでね、うん、初めて生で野球を見たのは小学1年生の時、うん、東京ドームに見に行ってね、その時はなんといってもゴジラ松井だよ。松井のホームランがかっこよくてね。何？それを見て以来、ああ野球がやりたいってお父さんに頼んだんだよ。何？それが小学2年生の時。誰？誰？何？キモ。わりかし真面目にやってたからさ、結構うまいこと言って体も大きかったから、中学校の時にエースで結構活躍してさ、そしたらあれだよ、いろんな高校から推薦で来ないかって言われたんだから。え、すごい、うん、誰？ただ君、野球の神様は俺には微笑まなかった。え、肘やっちゃってね。肘をやっちゃうっていうのはピッチャーとして致命傷でさ、で、野球を諦めた、うん、グレたよ、それはグレた。大好きだった、それしかないと思ってた、うん、それがダメになった時、人間っていうのはグレるしかなくてね、タバコ吸ってさ、お酒飲んで、うんうん、盗んだバイクで走り出して、誰かさんの歌みたいだろ。そんなことやって警察のお世話になって、お母さん泣かせて、このままじゃダメだって、俺18歳の時思ってさ、うん、でバカだったけど死ぬ気で勉強やってみたんだ、うん、そしたら大学受かってさ、うん、でも実家は貧乏だったし、一人で東京出て、昼間はバイトやって夜は大学行って、夜間ってことバレちゃったか。昼間はバイト、夜は大学、うん、そればっか。なんか思ってたキャンパスライフとは全然違くてさ、うん、でもなんか刺激がないなってずっと思ってたんだよ、うん、そしたら渋谷でストリップを見に行ってね、うん、それが最初はいやらしいものを見ようっていう目的だったんだけど、うん、なんか見てたら泣いちゃってさ、ストリップってすごいこんなに素敵なもんなんだなって思ったよ、うん、で俺その場で動けなくて、そしたらストリップの人にさ、あのすいません、あのいつまでいるんですかお客さん、それに対して俺なんて言ったと思う、なんて言ったと思う、うん、知らんわって言った。ここで働かせてください、
気がついたら口が言ってたんだよ。たけしさんじゃん。え、たけしさん？でかだよ。ああ、そっからオイラの仕事はさ、たけしさんがストリップの合間でちょっとしたショーをやることになったんだよ。たけしさんじゃん。そこでタップやったりいろんなことをして笑いを誘ったりなんかはしたけど、なかなかうまくいかなくてな。え、オイラずっとストリップの姉ちゃんにそこから食わせてもらってよ。たけしさんでもなかなかうまくいかなくてさ、本当に参ったけど、あ、でもよ、なんか不思議なものもあるもんで、おいら気づいたらよ、うん、お笑いやりたいなと思ってたんだよ。たけしさんじゃん。で、その時一緒にやってた、一緒にショーに出てた清さんって人と、たけしさん、コンビ組んでさ、たけしだ、今ここにたけしさん、その二人のコンビ名っていうのが、え、ライオンパンパンジーなんだけど、だーねー、ライオンパンパンジーで天下取ろうって清さんとよく話しててよ、でも何もうまくいかねえんだよ、だーねー、でもたけしさん一回さ、お呼びがかかったんだよ、漫才番組、今でもたまに特番とかやってたりするのかもしんないな、ザ・漫才だっちゅうのって特番だよ。知らんね。そのザ・漫才だっちゅうので俺は快進撃を続けた。で、俺はそのままずっと芸人としてやっていけると思ったんだけど、ある日清さんがいなくなっちまった。突然俺に何を言うわけでもなくなくなっちまった。清さんいなくなって俺一人で何ができる？何もできねえよ。そっからピンでアイドルの、イベントの MC とかやったりしたけどさ、なんか違えんだよ。そういうことじゃなくてお客さんの笑いが欲しいなって思って、一人のピン芸人だけの大会出たりしたんだ。オードバンクランプリ、 R1 飲んだら美味しいって大会出てた。すごい。そしたらその大会で俺優勝したんだよ。すげえ。でも仕事は増えなかった。で何の話？俺何してんだろうと思ってさ。これずっと何の話？もうでも腹だけは減るんだよ人間だから。何の話？で適当にラーメン屋入って、お腹空いてる、そのラーメンすすってさ、おいしくてよ泣いちゃって、で俺その場から動けなくなったんだよ。そしたらさ店主に、お客さんすいません、いつまでここにいるんですかって言われて、で俺なんて言ったと思う？知らねえよって言った。そこでなんて言ったと思う？知らねえよって言った。ここで働かせてくださいって。なんで転職すんだよ。転職しまくりのおっさんだら。気づいたら口が言っててさ、うるせえ。でそのラーメン屋で働いて、でも店主が厳しくて一日で辞めてさ、転職する男の話だ。でもうどうしていいか分かんなくて。転職するたけしって男の話。たけしじゃないのか、ただ清と組んだだけか。なんですか、どうしたらいいんだなって思ってさ、で俺もう進みによ電気屋入ったんだよ。電気屋。そしたら電気屋のマッサージチェアで寝ちゃってさ、そしたらもう気がつきゃ閉店の時間でさ、でマッサージチェアで寝てる俺に店員さんが、お客さんすいません、左肩なくなんじゃん、もう店閉めますよ、もうそしたら俺何て言ったと思う？何て言ったの？何て言ったと思う？ここで働かせてくださいじゃないですか。ここで働かせてくださいって。感情知らんがな。
気づいたら言ってたんだよな。感情で、ね、その店は、いやいや、ダメですよ、ダメですよって言われて、その場でそいつ殴って逮捕されて、うん、で、10年刑務所入って、昨日出てきたってわけ。ほんま、すいません、もう帰ってもらっていいですか。ここで働かせてください。どういうこと。ここ、はい、左肩トントンされたらもうここで働かせてくださいって言っちゃうの。なんだよそれ、おかしなこと言わないでくれよ。元気になったならもう帰ればいいだろ。はい、元気になりました。 ありがとうございます、ごちそうさまです。あ、いいよ、すいません。元気になったんだらよかったよ。ここで働きたいなら好きに働いてってください。すいません。そりゃ無理だよな、お持ち帰りすんの。